眠い。なんか本当に最近寝ても寝ても眠くて 寝ても寝ても眠くてしょうがないの。そう、なんでだろう、めっちゃ眠いんだよな本当に。また止まる。ごめんなさい、電波悪いからすぐ止まっちゃう。おはよう。あ、7時36分になったら、めちゃめちゃ微妙な時間。おはよう。刻む。本当に時計が欲しいんだよ。おはようございます。ちょっと本当に眠たい、どうしよう。電波悪いよ、ごめんなさい。なんかね、私の部屋電波悪いんだよね。止まるかもしれないけど許して。めっちゃ寝起きるよ、言っとくけど。起きて5分とかしか経ってない。本当にいつも何時間ぐらい寝てるの、わかん、なんかね、家帰ってくるのが結構遅めで、朝出るのが早いから6時間5時間とか、本当にそんくらい。寝起き感すごいよね、やっぱ。ちょっとね、めっちゃ止まるじゃん、電波が悪いの。なんだよね、なんかね、 Wi-Fi、めっちゃ何なの、場所変えようか、一回配信をやめるとか。でもガチの寝起きです、寝坊しちゃって。本当は7時から使ってる。ねえごめん、許してって言ってんじゃん。家大きすぎて電波届かないとか違うの、私の部屋が家の端っこにあって、Wi-Fi が切れてて、で私通信制限終わってるの。 Wi-Fi 繋いでみていい？なんか繋がってました。なんか繋がってたんだけど、それが逆にダメなのかも。そう、本当にやばい、うちの Wi-Fi。 どうなってるのかな、やばい、電波にめっちゃイライラしちゃう。なんか止まってるの分かるんだ、こっちも。そう、画面がパッてなって、もうやだ、もうやだ、なんなの。ごめんなさい、イラついちゃった。ここまで止まるとね、さすがに皆さんもイラついちゃうんじゃない。おはよう。ショールーム久しぶりすぎる。よっこら、どんまい。なんか私の配信すっぴん多めじゃない？おはよう。
久しぶりの配信なの、ごめんなさい。ちょっとねたくさんしたいんだけどね、ちょっとね私にもそう事情というものがありまして、なんか声ごめんね。ありがとう、なんか優しいねみんな頑張って、ありがとう、頑張るね違う、私はね、あの帰ってゆっくり準備をしの、ゆっくりご飯食べてゆっくりお風呂に入るからこんなことになるんですよ。私がもうちょっとテキパキ動いてれば、そういいんだけど、私本当に帰ってから寝ながらご飯本当にやばいよね。なんか別に違うの、あの忙しいからこうなってるわけじゃなくて、本当に眠くて最近、なんでなんだろう。だからこの前お休みの日に、なんだっけな、夜中の2時に寝て朝の12時に起きてご飯食べて2時ぐらいから7時ぐらいまで寝てたんですよ。え、どういうことみたいな、さすがに寝すぎなんじゃないかなって自分でも思ったんですけど、違うな、私前から結構こんな感じなの。そう、中学の頃からこんなんだみたいな、ずっと寝る子は育つ、それはそうなんだけど、そうだからなんかそう、あでもね、そのお休みの日はそう夕方まで寝てたんだけど、友達から連絡来て、高校のなんか今から会えるみたいな、で久々に友達と遊んだ。そうなんかね、車の免許を取ったらしくて、そうなんか軽トラでドライブしてきたやばすぎ。そう、その子は私の大親友で、一緒に一番一緒にプリクラを撮る、そうやばいよね、軽トラで迎えに来た。でもその子も新潟出てっちゃうんですよ、ピエンすぎる。そう軽トラで来た、もう悲しくて、私も新潟っぽい軽トラがなんか手動でドア開けるのすごいね、あドアじゃない窓、そうなんだよね。そうだから2人でいろいろ思い出を語り合った。そうなの、久しぶりにプリクラも撮って、そうなの、そういやなんか東京とかなんか本当に東京の周りに行っちゃうの、みんなもうね本当に友達みんななんか出てっちゃうの、なんでいないと本当に悲しい、友達といないと私本当にダメなタイプなの。おはようみんな、友達って大事、本当に最近友達会ってなかったからちょっと元気なかったけど、友達と会ってからちょっと元気が
湧いてき、元気が湧いてきたっておかしいか。そうなの、本当に高校の友達みんな本当に本当に心の底から信用できて、本当になんていうの、本音を言えて、なんか本当にこう辛い時に一緒にいてくれる人たちだから、本当にいてくれてよかった。あ、そう、でも一人だけ新潟にいるから、そのことはこれからも会おうと思います。そうなの、私実は高1の時は全然友達がいなかったんだけど、高3のクラスが本当に神で、最初は私もこんなだったんだけど、みんな声をかけてくれて、そう、すっごい仲良くなったの。でもその昨日軽トラでドライブしたことは、昨日じゃない、ごめん、全然昨日じゃなかった。そう、この前軽トラでドライブしたことは、もう本当に高1の時からずっと仲良くして、そう、ね、今何分時計おはよう。っていうかさなんかさ、なんか私この前さ、なんかでさ、関の山って呼ばれてさ、なんだっけな、なんかで、なんかの配信で呼ばれたんだよね。呼ばないでって言ってるじゃんって言ってるのに、あ、ごめん、あの掃除機の音です。パパが、いや、いいんだけどね、別に。なんか相撲さんいじりが嫌なの、やめて。でも最近何もないから、そう、ちゃんとなぎちゃんって言ってね。何のためにあだ名をなぎちゃんにしたと思ってるのよ。関なぎ、なぎ関はちょっと。あ、もう、ね、本当に私小学生の頃からずっといじられてきたから、もう、あの、いいの。なっちゃん呼びは全然いいよ。こんなのなっちゃうからやめて。スケノンさんで見ますよ、新潟県に集中してます。そうなの、会ったことはあんまりないけど、たまに、なんか好きなのって言ったらみたいなとか、なんか指捨てする先輩はいる？私が先輩のことを指捨てってこと？これはちょっとないかも。グッズにがっつり関根山って入ってこない。いや、なんかそういうのいいんだよ、別に関根山っていうのはいいんだけど、関根山で相撲いじりをするのがちょっとやめて。やめてって感じなの。まあ、いいんだけどね、面白いなら全然いいんだよ。あんまり、やばい、メイクがはかどらない。眠い、このまま寝ちゃいそう、配信しながら。そう、昨日私花江さんと一緒に絆創膏を買いに行った。一緒にね、二人で絆創膏を見に行った。
指捨てしてもらいたい、それともちゃん付けがいい。え、ちゃん付けがいい。ちゃん付けがいいな、ちゃんなぎ。そう、なんか転んじゃったみたい。よいしょ。呼び捨てや。呼び捨てじゃなくてなぎちゃんがいい。そう、ちゃんだけが私結構嬉しいんだよね、呼ばれるのが。なぎちゃん、なんかさ鼻水めっちゃ出るんだけど。はるちゅんさんから、なぎちゅんと呼ばれたらどうする。え、びっくりする。え、ってなる。何歳までちゃん付け OK？ え、ずっといいんじゃないのちゃん付けって。え、逆にちゃんじゃなくなるとどうなるの。なぎお姉さんってなるの。そう、私なぎお姉さんで思い出したんだけど、中学生の時に職業体験で保育士をやったんですけど、園児の子たちに「なぎお姉ちゃん先生」って言われて渋滞しすぎじゃないって思いながら。そう、姉さん感ある。嘘、私末っ子なんだけど、だから私本当は甘えたいのに。本当は甘えたいんだけど、なんか最年長、私は最年長の方だから、私はしっかりしないとって思って。全然一番しっかりしないけど。そう、でもあおちゃんがあまりにもなんか本当に鼻水。そう、なんかこの季節ってさ風邪ひきやすい。そう、私はお姉ちゃんからねよちよちされてきたから。私だって4期でよちよちされたいのに、私はもう大人の枠だから。悲しい。でも私あれだよ、本当に。何？大人の甘いキャラはきつくない？ちょっときついと思うよ。先輩に甘いよ。え、ちょっと甘えてるつもり。でも甘えるの得意じゃない。お姉ちゃん、本当にお姉ちゃんにしか甘えられないし。なぎちゃんってラーメン好きなんだな。そう、ラーメン大好き。ネギちゃんは結構人見知り、めっちゃ人見知り、頑張ってるだけ。あざと系ではないな。私は絶対にリアクを作らないって決めてるの。おはよう。そう、結構みんなメリーとかハラちゃんにはガチ恋する人いるかもしれないけど、私は絶対ガチ恋を作らない決めた。だからみんな私に恋しないでね。人見知り発揮してたまに集合写真でも怪我する草です。本当に。で、待って、今何分？お、ありがとう。オッケー。 DD 良くない。なあ、私楽しいないの。いいけど別に。嬉しいけどね。嬉しいけど。なんかね、違うの。なぎちゃん推しです。なんかなぎちゃん推しと先輩推しとかなら、なんかまだ
許せるけど、なぎちゃんとももちゃん押してますとちょっとしうーってな、こんなんなる悔しいなんで私だけ見てくれないのってなっちゃうから別にいいよ、ごめん、いいけど、ふんだ、予定に行ってきます、またね、バイバイ、頑張れいや、いいけどね、いいけど悔しい、なんかそう、でもガチ恋は禁止なぎちゃんのこと思いすぎてるから絶対恋だと思うおい、恋しちゃダメ、おはよう、ピンポイントすぎてえ、難しいかな、やっぱ、え、まあ、じゃあ分かった分かった、ガチ恋別にいいけど、あの答えられないからね、絶対絶対答えられないから、よろしくえ、やっぱガチ恋してるもんなの？なんか知りたいんだよね、なんか私はさ宮脇さくらさん好きだけど、本当になんかこうなんていうの、推しって感じだから、なんか本当にそういう恋愛対象なの、知りたいかも。え、違うね、ね、これさね、言わせてほしいんだけど、はい、私天使のビジュアルって言ってるけど、あの私この前の日向さんの卒業公演で一緒にお写真を撮ったんですけど、自分の日向さんがもうあまりにも美人すぎて、もう私がこんなこんなのってて、あれ私って天使のビジュアルだったんじゃなかったっけってなっちゃって、でしかもなんか最近本当に私アンナがすごい可愛いなってなっちゃって、そう、なんかアンナを見れば見るほど可愛いな、天使のビジュアルってあんなじゃねってなっちゃって、あれ私ってビジュアルあれってなってる今ネガティブ、そこは自信持とう、いや、それな、自信持ちたいんだけど、可愛い子が多くてちょっと腹立つおはよう、ほらそんなことないよって棒読みしてる人いるからインスタント天使にならないでそう、だからもうあまりキャッチフレーズ言わないでおくえ、でもプライベートの私はもっと可愛いから、ああともうちょっとだね、あそう、プライベートの私はもっと可愛いから、いいの、青春天使かっこわらだよね、本当に毎回言うとき毎回思ってる、青春なんだっけ、甘くて酸っぱい青春天使みたいなああそれな、自分でつけたんだけど、ね、なぎちなぎちなぎちって何めっちゃいいね、そろそろお時間かもしれない、美女磨く、
やっぱどこ磨けばいいのかな。痩せる？でも結構体重落とした方なんだよね。おはよう。でももうやめるけど配信。え、4期のビジターンあんなじゃねって最近思ってるんだけど、そこについてはどう？アンナが可愛いって思っちゃう。いや、アンナ本当に可愛い。まつげ長くて顔ちっちゃくて、あ、強制終了させられそう。あ、メイクありがとう。なんかネガティブ配信しちゃってごめんなさい。じゃあね。今日もお仕事頑張ってね。バイバイ。バイバイ。変な終わり方でごめんね。だよね。オッケー。じゃあね。